毎度でございます。さあ、聞こえてるかな。よいしょ。ちょっと YouTube の方もコミュニティに投稿したいと思います。よいしょ。どこや、どこや、あった。よし、そして YouTube の方も投稿しました。さあ、毎度でございます。大丈夫やろうか、めっちゃ不安になんねんけど。スイッチに戻る、我がのチャンネルに行く。さあ、来られてますね。さあ、皆さんこんばんはでございます。ゲーム実況ユニットもずっとハイニー、実況ガイルハイニーでございます。じゃあ、ぼちぼち始めていくよ。ゲーム実況ユニットモズとハエニエ、モズハエリスナープレゼンツ、オクトパストラベラー、ロールをプレイングするカエル、始まりますケロー。上向いてるわ。ちょっと待ってな。カメラの位置を直します。OK。さあ、皆さん、前田でございます。あれ、ハイニーの手がどっか行ったわ。ちょっと待ってくれ。ハイニーの手が、手が行方不明です。ちょっとさっき、グレープジュースをこぼして、一回避難させてたんでした。あったあった。よいしょ。ちょっとあっち行ったり、こっち行ったりします。さあ、皆さん、迷子で、迷子じゃないな。迷子は YouTube や。毎度でございます。ちょっと待ってな、今。準備がいろいろまだできてなかったわ。よし。よし、ちょっと待ってくれ。これでいけるかな。ちょっと待って、よしよしよし。お、復活した。手が復活したね。よし、毎度、ゲーム実況ユニットもずっとハイニエ、実況ガイルハイニエでございます。モズベいないけど。いないけどな。よし。毎度です。さあ、ということで、ちょっとね、YouTube の方がですね、ここ数日、まあ、昨日今日なんですけど、プライムタイムになんか、こう、配信が繋がらないっていう不具合がありまして。で、まあ、うちだけじゃなくて、結構たくさんの実況者さんがですね、YouTube 繋がらないということで、非常にまあ不便な、皆様にご不便をおかけしている状態でございますが、まあとりあえずね、こう配信を休むよりも、やってなんぼなんでね、我々は。まあ、モズベさんはカラオケしてましたけどね。ハイニーはちゃんとやっていきますので。明日のプロモーションがちょっと心配ですよね。多分無理な気がするわ。まただから、ちょっとメーカーさんに掛け合って一回ツイッチでやったものを YouTube で流すっていう、まあ今日のパターンかな。今日は多分ね、ツイッチアーカイブちゃんと残ると思うんで、YouTube にも
映せると思います。ツイッチってあれなんですよね、最大1ヶ月しか残らないんですよね、アーカイブが。ちょっとその辺がね、ちょっと不便で、まあ多分なんかフォロワー数とかが増えたりすると、同時視聴とかが増えたりするともっと残るのかもしれないけど、今のところ2週間とか1ヶ月ぐらいしかねアーカイブ残らないんで、もうだいたいこっちでやったものはもう YouTube に移していくというやり方でやっていきたいと思います。まあ、Twitch やりやすいんですけどね、ちょっと 音でかいかもしれないな。ちょっと大事なところになったらまた大きくします。さあ、ということで、先週ですね、これ。あ、国の記録じゃないの、旅の記録。あれ、メインストーリーか、これですね。先週トレサですね、この黄色いやつ。最終章まで行きました。で、オルベリックは終わってて、テリオンが終わってます。で、今日はオフィリア。オフィリア編をやっていきたいと思います。で、オフィリアはちょっとね、レベルが今低くて37なんですけど、まあ、他の人たちは化け物なんで、どうにかなるでしょ。他の人たちはもうガンガン、レギュラーメンバーはね、レベルがどんどん上がっていくから。もうこれは、もずはや、こそこそ話。ハエニーは、裏でレベル上げをするのが大好きなんだ。ハエニー、もずはや、こそこそ話だよ。どこ行こう。オフィ、あ、ここやな。はい、じゃあ行きます。もう楽しみでさ、今一番ね、そう、レベル上げが一番楽しいの分かるでしょ？なんかね、ちょっとめちゃめちゃ強いところに行って、ガンガン行こうぜで泣き倒していって、すぐ戻って回復してみたいなのをね、繰り返すのが結構好きなんですよ。ドラクエとかでも。だからこうアクションが関係のないゲームとか割と、あれ？始まらへんかったな。選びますかがなかったな。酒場に行かないとですよね。あ。オフィリア編です。これ？オフィリア。三章。式年放火の儀式のため、次なる訪問地、ゴールド社を訪れたオフィリア。そこで久しぶりにある人物と遭遇する。なんか、恩師みたいなのがおんな。このハイニーのこの上のイラストあるじゃん、めっちゃ可愛い綺麗なイラストなんですけど、右下にちょっと大きめの恩人がいますね。やってみよう。恩人がおるわ。前回までのあらすじ。20年に一度の式年放火の儀式、その最初の目的地であるセントブリッジで無事に儀式を成し遂げたオフィリア。その町で出会い、導いた三人の子供たちも聖火に祈りを捧げるたび、彼女を思い出すことだろう。種火は、その運び手の心を映すと言われています。オフィリア様の種火は優しく温かい炎。子供たちもあなたの優しさに救われたはずです。セントブリッジのバルトロ司教の言葉を胸に刻み、次の聖火へと向かうオフィリア。隠して、ゴールドショアにたどり着いたが。お、なんかうっかりさん、サブスク入った？ありがとう。この街の成果ですね。そしてあとはフレームグレースに渡り、大聖火に注ぎ火を行うだけ。式年放火の旅もあと少しで終わりです。あら、あの方は誰？レオニール商会のマティアさん。すごい物覚えの良さやな。いらしていたのですね。よう覚えてんな。これはオフィリア様、ご無沙汰しております。なんこいつちょっとナンパやな。狙ってんなお前、オフィリアを。挨拶もできず申し訳ございませんでした。狙ってるやろ。いえ、お気になさらず。しかし大司教様がお倒れになると。お前が毒を持ったな。式年放火もディアナ様に代わってオフィリア様が執り行われているとか。お前が犯人だ。
突然のことでご苦労も多いでしょう。いいえ、私が望んだことですので。それに紹介の方々がリアーナのためにしてくださった準備、今私の役に立っております。本当にありがとうございました。いえいえ、どうやらかえってお気を使わせてしまったようですね。ぜひそのお優しさで人々をお導きください。病気や貧困、そして戦乱や天災など人々の苦しみは尽きません。昨今は聖火の教えに異を唱える者まで現れていると聞きます。なあ、お前、ええやつか。ええやつやな。悲しいことです。いや、余計なことでした。申し訳ございません。まずは式年奉火の儀式を必ずや成功させてください。ええやつやわ、こいつ。私もお祈りしております。もうありがとうな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは私は仕事がありますので、これで失礼いたします。しばらくこの町におりますので、またお会いできればと思います。お前やっぱ狙ってんな。お前やっぱ狙ってるやろ、オフィリアのこと狙ってるよな。パーティーチャット再生。オフィリア、さっき話していたのは、はい、フレイムブレスでお会いしたマティアスさんという商人の方です。式年奉火の旅支度もお手伝いしていただきました。 GPS かなんか仕込んでんちゃうか。そうか、ここでまた会ったのも何かの縁だな。そうですね、今回の旅はいい縁に恵まれてると思います。こうしてハイトさんとも出会うことができましたし。どうしたのですか。いや、それなんでもない。大丈夫ですか、急にお顔が赤くなったような。いや、何、ユリ、ユリなの、ユリなんですか。導くがあるわ。オフェンスダウンやって。オフェンスダウンごときは仲間にできるな。大聖堂向こうかな。貴族街やって。貴族街に売ってる武器はさぞいいもん売ってんねやろ。俺でもあんまりやな。あんまりやわ。あ、でもちょっと宿屋泊まっとかな。あれやな、 MP 結構減ってたわ。ちょっとスニャッチコン装備しとくか。島屋印のスニャッチコン。おっしゃ、これで、これでスニャッチコン装備やで。道具屋さん行っちゃったわ。こっち、よし、宿泊しまーす。ゆうべはお楽しみでしたね。女2人男、あ、おちょ、あ、そうか、女2人男2人やから、そんなん言われるかもしらんね。はい、にも言われたいな、ゆうべはお楽しみでしたねって。一生に一度は言われたい。昨夜はお楽しみでしたね。バオンナ、はじめまして。式年奉火の運び手、オフィリアです。司教様でいらっしゃいますか。おっと、これはオフィリア様、お待ちしておりました。なんでどう思ってんの。なんかエロ本かなんか見てたんちゃう。エロサイト見てたんちゃう。レッドチューブとかポーンハブとか見てたでしょ。顔色が優れないようですが。いや、なんでもありません。ポーンハブなんて見ていません。申し訳ございません。旅館で昨夜はお楽しみでしたねって言われたらもう顔を真っ赤にしちゃうな。
おっと、ご挨拶が遅れました。この教会を預かるドノバンと申します。ようこそ。ドノバン、このゴールドショーまでよくいらっしゃいました。多くの方々のおかげでなんとかここまで来られました。この町の皆さんにも聖火の加護と祝福がありますように。ドノバン司教様、申し訳ない、その考え事をしておりました。実はまだ儀式の準備ができておりませんでしたが。まあ、そうでしたか。申し訳ございません。何でしょうか。いや何でもございません。オフィリア様、しばしご休息を。私は儀式の準備を進めますので。怪しいな、こいつ。なんか怪しいぞ。あいつ怪しいわ。犯人ちゃうか。事件起こってないけど。事件は起こってないけど、あいつが犯人だとハイには思います。司教様、どうしたのでしょう。心ここにあらずといった感じでしたが。まるで、素人 AV を海外のエロサイトで探していて、素人ってひらがなで入れても検索にかからないな。素人ものはなんて検索したらいいんだろう。みたいな、そういう心配をしていた感じ。司教様、素人ものはアマチュアで検索してください。アマチュアで検索すると素人撮影が出ます。あら、あの男の子。どうした、あの子、男の子。どうしたの。アマチュアと聞いて、俺は女優者の方がいいんだみたいな進め方したんかもしらんな。どうしたんやろ。あの子はどこに行ったのでしょうか。おや、どうしたのかな。サイラさん、実は。なるほど、隠れてこちらを見ていた子供か。はい。でも私が気づくと走って逃げてしまって、何か思い悩んだ表情でした。できれば力になってあげたいんです。君は本当に優しい子だね。分かった、私も手伝おう。ありがとうございます。君が他人を助けたいと思うように、君を助けたいと思う者もいるだけさ。お前狙ってんな、オフィリアのこと。サイラス、お前。さて、子供の足ならそう遠くには行けないだろうね。だから急いで探すよりも見落とさないように慎重に探そう。こういう時こそ急がば回れだ。はい。もうみんなオフィリア狙ってんじゃん。やめて。さあ、毎度です、うん、YouTube は調子が悪い。どうにかしてください。あの司教、何かを隠しているな。やはりそう思いますか。あんたの話を聞いてないようだった。心配事を胸にしまっているんだろう。隠し事には向いてないな。嘘をついたりごまかしたりすることが得意な方には見えませんでしたね。だろうな。でも心配です。きっとすごく困っているはずです。あんたはハメを、あんたにハメようとしているのかもしれないぞ。司教様にも事情あってのことでしょう。その事情が解決したのなら正直に胸の内を明かしてくれるはずです。お人よしが過ぎないか。そうでしょうか。司教様、私たちに危害を加えようとしてるわけではなさそうです。いや、もうはめようとしてたら危害を加えようとしてるよ。もう少し様子を見てみようと思うのです。あんたがそう言うなら別に構わないが、やれやれ。テリオンは狙ってないですね、オフィリアのこと。よかったわ。もう登場人物みんなオフィリア狙いかと思っちゃうから心配なるわな。はい、やっぱこのオクトラの中だとオフィリアとね、一晩ゆべお楽しみでしたねって言われたい。みんなが、あれ、ゆべはお楽しみでしたねって言われたいゲームキャラいますか。いた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 、いたぞ。はめたりはめられたりな。よかった、よかった、あなたを探していたんです。え、僕は何も知らないよ。そんな、なんか女優の単体とか、そんなの分かんないよ。安心して。落ち着いてください。私はまだポーンハブの検索ワードのことは一つも言ってませんよ。ああ
すごい焦ってる。私は新刊のオフィリアです。あなたのお名前は？ダニエルやって。おお、なんかエロそうな名前してんなお前。ダニエルめちゃめちゃエロそうやな。お前エロい大人になんな。ダニエルくんですか？とってもいいお名前ですね。はい、ありがとうございます。それでドルバン司教に何かご用だったのでは？はい、実はなんだか司教様の様子がおかしいのです。それで司教様なんだか焦ってるというか、何かに怯えているというか。それはひょっとしたら司教様は SM 好きなんかもしらんな。司教様ともあろうものがやで、 SM が好きとか言ったらもうそれは大変なことじゃないですか。神に背く行為やからな。言えないやな。もしくはロリホモかもしらんな。ショタロリショタホモかもしれない。ダニエル君教えてください。お困りでしたら私も力になりますから。実はダニエルお前からかお前から告ったのか。ダニエルからラブレター渡したの？手紙ですか？はい、知らない人から。あ、知らない人からな。びっくりした。もうダニエルからのあれかと思ったんやけ、渡してくれって言われて。でもその手紙を渡したら司教様が治めてしまって、司教様はあんな顔を初めて見ました、うん、あんな顔夜でもしなかったのに。ダニエル君その手紙読んでないんですね。手紙を渡したのはどんな人でしたか？この街では見たことがない人でした、うん、見たことがない人。ありがとうダニエル君。もう一度ドルバン司祭様と話してみましょう。何か隠してるな、やっぱり。あれ、導くや。よし、来い、お前。ちょっと待って、ハエニー、お前、使用人、ハエニーの雇ってる特大光明魔法の使用人から強さゼロのダニエルにせなあかんで。すべ。有料チャンネルの請求書なの。すごいな。いつの間にか毎年何ドルか引かれてるみたいな。15ドル、毎月15ドル引かれます。僕司教様に謝らなくちゃ。オフィリアさん、何でしょうダニエル君。実は僕司祭様に悪いことしちゃったかな。いいえ、そんなことありませんよ。私が一緒に行きますからお話を聞いてみましょう。ありがとう。本当ありがとう、フィリアさん。あ、もうおばあちゃんどっかで待っといてくれたらいいのに。またどっか探しに行かなあかんやん。さあ、いた。さあ、イベントか。オフィリアです。オフィリア様、それに君は？はい。ダニエル君が司教様とお話ししたいそうです。そうですか。司教様、僕が渡した手紙のせいなの？いや。だって。僕が手紙を渡してから司教様おかしいもん。うん、いや、君のおすすめではない。これは私の問題だ。私が何か悩み事があるのでしたらどうか話していただけませんか。知り合いにエロサイトに詳しい弁護士がいます。私でよければ力になります。ですから一人で抱え込まないでください。優しいな。めっちゃ優しいわ。手紙には何が書いてあったのですか？
すごい。正直に喋り出します。これ以上の隠し立ては無理のようですな。ドドバン司教医、お前の娘は預かった。返してほしければ式年放火の種火を奪い、海岸の洞窟に持ってくること。なおこのことを誰かに話した場合、娘は全裸にして写真を撮って、そこそこの解像度で写真をいっぱい焼いてバラバク。これは脅迫状。そこそこの解像度でなんてひどい。オフィリア様、私は先ほどまで迷っていました。あなたから種火を奪おうかと。娘のリサはまだ7つになったばかり。7つやった。相当ひどいな。15、6かと思ったらあかんかったな。7つはやばいですね。しかし種火を奪うなど聖職者として、いえ人としてあるまじきこと。まだ司教やしな、あかんで。司教様、私は覚悟を決めました。娘のことはもう、もう死んだ。死んだ。なんで、なんで死んだ。どういうこと。おい、なんお前、なんで死んだんや。急に倒れただけか。びっくりした。なんか吹き矢かなんか飛んできたんかなと思った。司教様大丈夫かな。はい、もう落ち着いたようです。相当な辛労だったのでしょう。ストレスだな。父が我が子を思う気持ち、それはかけがえのないものです。でも昔から辛労で倒れるとかよく言うけど、あれはな、今で言ったら本当ストレスですもんね。辛労ってね、あんねんで。だからやっぱストレスで倒れるとか。許せません。癒して。私は司教様の娘さんを助けに海岸の洞窟に向かいます。仲間たちと、頼れる仲間たちと行きます。そんな危ないよ。いえ、知ってしまった以上放っておくことは私にはできません。できません。大丈夫、心配しないで。私たちの仲間は強いから。レベル50、60よ。必ず戻ってきてください。大丈夫、私の仲間はめちゃめちゃレベルが高いから。61、55、57、私より20も高い人たちよ。でもあれやな、あ、弱、新刊弱い。スキルの息吹ってなんやろ。ちょっと強いやつはいないのか、街中に。強いやつ、うん、なんか弱いな。さっきの使用人の方がよっぽど強いで。スラッシュなんかどうでもよ。もう睡眠の治療とか、せめて回復とか導けないやつもな。攻めの構え、もう全然強いやつおらんわ。どうしようかな。誰か仲間、せっかくね、連れて行けますから。老婆ブラインドアローやって、ミナシネアとか使えたらいいねんけど。これあれか、
メインクエか。おや、これはオフィリア様、また会いましたね。この町での儀式は終わりましたか？いえ、それがまだ少し事情がありまして。大変なんや、いろいろ大変なんですね。私も仕事から各地を巡っていますが、どこも大変なようです。もうツイッターのダメなやつやんな。もう仕事がつらい、死にたい、一週間で一日しか休みがないとか言ったらな、いや俺あれですよって、もう二週間休みないですけどとか言ってくるやつと一緒やんな。オフィリアが大変なんです、ちょっといろいろって言ったら、いや大変なのはね、どこも大変なんですよっていう、この余計なことを言う SNS で嫌なやつやこいつ。オフィリアの話をまず聞いてやれや。前にも申し上げた通り、病気貧困戦乱天災、なぜ幸せになる者がいる一方で不幸になる者がいるのでしょう。同じ成果を進行しているのにこの差は何なのかと。そしてだからこう思う時があるのです。神は本当にいらっしゃるのかと。マティアスさん、で自分が神になるとか言い出すんちゃうやろな。てー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 って言って、なんか羽生やして出てくるんちゃうやろな。お前、私はこのような世の中だからこそ成果の導きが必要だと信じています。オフィリア様はいつも誰に対しても優しいですよね。どうしてそのような心持ちでいられるのですか？そうですね、難しく考えたことはありませんが、私はそうしたいからそうしているのだと思います。もうすごい、もう一線上で働いている風俗嬢のような、すごい癒しの力を持ってるな。やっぱトップクラスの風俗嬢っていうのはね、こういうもう誰でも癒しますみたいな精神でやってはるからな。それは聖女と風俗嬢は紙一重ですもん。もう本当に聖女の性はな、性欲の性やな。いいな、エロいっていいな。エロいは地球を救うから、誰にかに欺かれてしまうかも、そうは思わないのですか？思わないよ。確かにそういうこともあるでしょう。ですがお客さんが必ずしも自分の職業を素直にジョーに伝えるなんて私は思っていません。自分の職業は誰でも偽るもの、人を疑うより信じていたい、私はそう思っています。なるほど。オフィリア様の話は興味深い。今お急ぎでしょうから、お時間があるときにぜひまた、はい、私売れっ子ですわよ。いつでも時間があると思わないで。ポイントショット、こっち合ってる？聖壁洞窟、こっちじゃないんちゃうかな。こっちやな、海辺の洞窟。もう行くか。誰もおらん。助けてくれる者は誰もいないが、この際仕方あるまい。オフィリアね、商人かなんかになってるんですよ、これ。右から2番目。かわいいよな。商人オフィリア。こっちな気がする。多分正解やな。さあ、授業の時間だ。かっこいい。さあ、授業の時間だ。逃げるけどな。正解じゃないですか。遠いな。あ、来た来た。ここから洞窟ですね、多分。ここが手紙にあった洞窟ですね。彼らは一体何のためにこの種火を欲しているんでしょう。
こうスマホ版のオクトラってマップ結構違うんかな、それとも結構一緒なのかな。木があるのと違う方に行く。さあ授業の時間だ。あと謎の先制攻撃、やっぱレベル高いからな。まあまあ、あこっちじゃなかったか、行き止まりか。え、そんなことある？奥に宝箱とかありそうやけど、ないわ。珍しいな、ただの行き止まり。モズレイの好きそうな雲が出てきましたね。この先でしょう、おそらく。戦う準備はできているよ。ヒエレが、ヒエレじゃないのか、それ弱点風になってるやん。あ、いる、なんかいるぞ。謎の秘密結社的な、あれか、娘。結局司教は種火を持ってこなかったな。所詮はまやかしの骨を信じるものだ。今頃は神にでも祈ってるんだろう。祈っても奇跡なぜ起こらねえのにな。奇跡を起こせるのは救世主様だけだ。メッシャって思っちゃう。メッシャ、これも見せしめだ。この娘は始末するか。わーん。どうせ司教が来た時も父娘ともども始末する予定だったんだ。まあ諦めな、恨むならお前の父親を恨むんだな。お上品、誰だ。お上品に来たで。ほうほう、この女式年の放火の運び手だ。わざわざ乗り込んできたっていうのか。許しません。こんな小さな女の子をさらうなんて。あなたたち恥を知りなさい。言わせておけば。おい、まあいいじゃねえか。さあおとなしくタレビをよこしな。いいえ、そういうわけには参りません。なんだと。負けません。司教さんの娘も返していただきます。そっちこそそういうわけにはいくかよ。ムーンプリズムパワーメイクアップ。向こうがでかくなるからな。あ、そんなにいいですね。左のやつは火が弱点で、右のやつは炎が弱点かもしれんな。さてどうしようか。ムーンプリズムパワーメイクアップ。さあみんな、今こそスクショを撮って、あたし頑張って戦うわ。これぐらいの位置でいいかしら。よし、こうなったら
いしょおいしょおいしょおいしょよし、よし、準備運動は終わりだ。勝負だ。行くぜ。はい、取った。もうスクショ取ってな。こいつら雑魚やろ、多分。とりあえず炎で行くか。しましょうかね。あ、痛い。やめろ、やめるんだ。千本やりはやめろ。あ、痛い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 。くそ。痛いぜ。よくもやりやがったな。 BP パサだ。ハイトに BP パサだ。なんかモンスターっぽいかなと思って。よし、負けません。負けませんわ。やり合ったわ。ブレイク。ブレイクされた。大怪魔法。あいつ熱々。焼き、いい感じの焼き具合になってしまう。やめろ。雷剣章、雷ブランドの攻撃、あいつ。おのれ。氷乱よ、巻き起これ。全然死なんわ。全然死にませんね。焦げてしまう。それ以上やると焦げてしまうぞ。どうしよう。土砂降りやだ。負けません。あいだあいだ。よし、じゃあそろそろ配信スペースに戻るぜ。配信スペースに戻れば安心だぜ。よし、あとはもう普通に戦う。お待たせしました。敵魔力の刃、あ、いた。結構痛いですね。どうしようか。あいつの子なんやろな。雷鳴よ、驚き響け。なんか弱点があれですね、つけなくなってんのな。どうしよう。複数攻撃が、魔法がとりあえず弱点つけないけどダメージは大きいから。与えとくか。どう動く。こっちはあれでしょ、千本槍。探検と槍。負けません。大回復魔法を使っとこう。あいつ回復使える。
おい、負けません。そらなしやろ。やっぱ誰か連れてきたらよかったな。どうしようかな。風どうせ効かないしな。やり。こっち探検。どう動く？千本槍。千本槍。とりあえず片っぽ倒したいですね。さてどうしようか。どうしようか。本気を出そうか。まあどうしようかな。アレファンの知識を使っとこうか。赤学王アレファンよ。あ、いた。あれ、あいつまだピヨってるよな。まだピヨってるよ。いや、ここはちょっと探検ブレイクかけとくか。かかってこい。千本槍。死なへんな。一つめんどくさいのはあれかな。こっちがめんどくさいですもんね。回復しおるしな。押し倒した。オッケー、行きましょう。こっちはまだ槍が効くからどうとでもなるわな。とはいえ回復怖いから使っとこうか。はい、戻りますか。お、ラストアクト来た。よし、もう一回千本槍だ。よし、倒した。てってれー。やったぜ。終わりだな。イエーイ。てててててんてんてんてててててん。よし。ちょっと待って、これ。猫背になっちゃう。よし。くそ、こんな女に。さあリサちゃん、もう大丈夫よ。あなたの体操は私が守ってあげたわ。大丈夫？裸になって写真とか撮られてない？怖いわね、男ってみんなそう。気をつけなさい。さて、聞きたいことがあります。なぜ手なび、種火を狙ったんですか？救世主様が望まれたのだよ。救世主様？先ほどもそう言ってましたね。宗教戦争になりそうやな。お前もいずれ救世主様の力にひれ伏すことになる。毒を飲んだな。毒を飲んで。救世主様とは一体。ぐすぐす。安心して。さあもう大丈夫だから、早くお父さんのところに帰りましょう。そこそこの画質っていうのは、あの肛門の周りの毛が一本一本見えるぐらいの画質ですね。尻毛の一本一本まで分かってしまう、そこそこの画質で。モズベオ、あいつアニメ見てんのか今、裏で。なあ、あいつ。お父さん！あぁ！リサ！リサ！ウォールバックが怪しいねんな。よかった。大体マルフォイしかりさ、オールバックのやつって性格悪いじゃないですか。ありがとうございます。
オフィリア様、なんとお礼を申し上げたらいいのか。いいえ、そんな礼には及びませんわ。親子が一緒にいて笑顔でいられる、この上なく嬉しいことです。家族はかけがえのないものですから。オフィリア様。さて、それでは注ぎ火の儀式を。はい。めっちゃメラメラ燃えてっけどな、その入り口の火は。それは聖火じゃないんかな。ありがとうございます。ツイッターどんどんしてください。聖火神エルフリックよ、これより我が魂と血潮を捧げし、原初の炎の灯火をこの地で人々を守りし聖火に注がん。式年奉火の秘跡をもって御身の慈悲と祝福を与えたまえ。すごい燃えてる。そんな燃えんの？ガソリンかなんかあるやろ、下の方に。終わりました。あ、ギレンもオールバックやな。いや、悪いやつはオールバック多いと思うで、多分。めっちゃ燃えてんじゃん。あれ、普通の火の燃え方じゃないで。皆さんの心の拠り所になりますように。オフィリア様と共に旅をし、その心を移した。種火ですから、聖火はきっと優しき炎となって我々を見守ってくれるでしょう。そうなれば幸いです。オフィリア様、種火は運び手に試練を与えるものとも聞きます。試練ですか。え、優しさというのは誰かの苦しみを背負うことにもなりますから。いいえ、ですが私はそれでも構わない、そう思っています。誰かの苦しみを背負い和らげることができるなら本望です。私が女王になったのはそういう信念のもとに生きていたいからです。おお、なんと強く気高い。その心に私たちも救われました。いよいよあとはフレイムグレースの大聖堂に戻るのみですな。本日はごゆっくりお休みください。ありがとうございます。オフィリア。おだら。リアナ。あ、旅をやめた子やな。どうしてここに。ヨーセフ大司教様のおそばにいなくていいのですか。死んだんちゃうか。そのことであなたに話が。話ですか。宿に部屋を取っているからそこでいいかしら。ゆり展開ですか。はい。なんやろな、気になりますね。掘ったて小屋みたいになってるけど、なんかこうあれじゃないの、あの地震とかが来た時に体験できるアトラクション。アトラクションのやつですよね。地震の時にさ、こういうなんかこう、壁しかないやつに入ってな、下がこう、ぐろ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 って揺れるじゃないですか。あれじゃないのこれ。そういう施設に行って地震を体験できるやつじゃないの。宿屋っぽくないよ、なんか。それで、話というのは。何？落ち着いて聞いてね、オフィリア。めっちゃ落ち着いてるやん。父様が亡くなったわ。ちょっと BG の入りが早かったですね。そうか。おそらくもう長くはない。まあ、しゃあないな。いや、自分の体のことだ。誰よりも。よく分かって。なんかオフィリア編の最初もちょっとあれですよね、下ネタっぽい感じで入った気がするな、お父さんが。大司教様、父様が亡くなってしまったわ。
すごい、まあ、しんみりしてるけど、テーブルの上にワインが2つやる。ワイングラスにワインが2つ乗ってます。さっき普通に喋ってたじゃん。急になんか落ち着いて、リアナ、パニックならないで。私がついてるから、ね、もう落ち着いて聞いてね、オフィリアって言いながら自分が落ち着いてないからな。私が、ありがとう。何？お前なんか飲ましたんか？これ。え、何？どういうこと？ごめんなさい。ワイングラス当たってたわ、なんか。罠やったんや。父様のためなの。優しいあなたなら、分かってくれるはず。ね、何？リアンの。種火が盗まれんのかな？嘘でしょ。ごめんなさい。起承天の天やな、思いっきり。お前、種火泥棒やな、こいつ。え、どういうこと？ごめんなさい、オフィリア。ほら、やっぱり。え、父様死んだんでしょ？父様死んだって言ったじゃん。種火はありましたか？あ、ほら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 。この声、あいつやんけ。本当に、この種火があれば、父様は生き返る。死んだやつは生き返らんて。それが我らが授かった力。救世主様ってあの、あいつか、やっぱり。おら、ラスボスやった、あいつ。教会は何をしてくれましたか？もう、ハイミの読み通りや。祈るばかりで何もうさんくせえと思ったわ。私たちは違う。大体こう、なんか、イケメンっぽい感じで喋るやつはうさんくさいからな。このため、こういうな、女性主人公のストーリーで。どんな望みでも叶えましょう。もうそれテーブルトークで培った推理力やで。さあ、村へ。ウィスパーミルへ戻りましょう。エレキテルリンゴ、エレキテル連合みたいになってる。ダメよ、ダメダメになってんじゃん。ごめんなさい、オフィリア。あっちゃー。あっ、オフィリア様。目を覚まされましたか？ここは。大丈夫ですか？お前の喋り方がうさんくさい。大丈夫ですかっていう喋り方がうさんくさい。眠り薬を飲まされていたようだから。リアナが私に薬を。他にも誰かいたようだったけれど。リアナ。そうです、種火は。それが。私が訪れた時はもう申し訳ございません。いいえ。司教様のせいではありませんか。それに種火を持ち去った。ん？いえ、持ち去った者たちがウィスパーミルの村へ戻ると、それは聞こえてる。それは聞こえてんの？誰がいたかはわかんないけど、どこどこに戻るはしっかり聞いてるっていう。確か。フラットランド地方の小さな村ですな。最近聞いた話ですが、その村に聖火教会に異を唱える者が現れ、何でも救世主と呼ばれているとか。救世主ですか。そういえば確か洞窟にいた人たちも救世主様と言ってましたね。うん、その人物は聖火の教えをまやかしだと主張しているようです。あの村では以前流行病かな、大勢の人が亡くなりましたからな。聖火の教え以外の拠り所を求めてしまったのでしょう。向かうのですね、ウィスパーミルの村へ。はい、はい、奪われた種火を取り戻さねばなりません。それにリアナ、私がリアナを取り戻す。決意は固いようですが、しかし十分に気をつけてくだされ。あ、流行り病か、そのまんまやったな。誘拐や脅迫も厭わぬ連中です。何をしてくるか分かりませんので、お気遣いありがとうございます。
どうして？きっと何かの間違いです。かくしてオフィーリアはゴールドショアを後にした。奪われた種火を取り戻すため、奪われたリアーナの心を取り戻すため、フラットランド地方ウィスパーミルへ。オフィーリアの旅は続く。いや大変やで。よしとりあえずじゃあみんなトイレ休憩挟もうか。トイレ休憩挟むんで、じゃあハイニーがね、ここら辺にちょっと潜り込みますね。よし、ちょっと光量の問題で、ああ大丈夫か。よし、この辺でじゃあこの辺で踊っとくんで、トイレ行ってきます。踊り子ハイニーのダンスを見ておいてください。行ってきます。ただいま。ちょっとコップに氷を入れてコーラを持ってきたんで一杯やらせてください。本当ならね、お酒とか飲みながら配信する人も多いでしょうけど、コカ・コーラゼロ。モズベも最近なんかハマってるって言ってたな。君タイニーの真似しやがって。うまい、うまい。コーラうめえっす。じゃあ戻ります。よいしょ、まだ踊ってますわ。 OK、 よしよし、スタンバイ OK だぜ。行こうか。ちょっと角度を変えよう。これ最近実はキーボードを実装しまして、今日全然キーボード関係ないんですけど、キーボード今日昼間使ってたんやけど、ここに行くわ。キーボードがシャ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 シ
シャ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 ってできる。ハイニーの自作キーボードです。ちょっとサイバーな感じするでしょ。これ実際に、ほら、叩ける。ちゃんと叩けるよ。っていうね、またあの、PC ゲーやるときとかに、使いたいと思います。よし、じゃあ行くか。どこや？どこだい？田舎の方やんな、どっかな。あった、ここだ。ウィスパーミル移動します。うめえ。さて、ここに来た目的は、これです。オフィリア第4章。レベルが全然足りませんけど。ウィスパーミルにたどり着いたオフィリア。聖火の種火を奪ったリアナを追いかけ、この村で彼女は救世主となるものと対峙する。今日オフィリア編を最後までやっていきますので、よろしくお付き合いください。前回までのあらすじ。ゴールドショアでも儀式を成し遂げたオフィリア。あとはフレイムグレースに種火を持ち帰るのみとなった。そこに現れたリアナ。ヨーセフ大司教の訃報を伝えに来たという彼女。優しくなだめるオフィリアでだったが、薬を盛られ、リアナと何者かに種火を奪われてしまう。本当にこの種火があればお父様は生き返るのですか？その言葉信じていいのね。意識を失う中覚えているのは何者かにそう語りかけられていた悲痛なリアナの声。早く追いかけてリアナを止めなければ。かくしてウィスパーミルにたどり着いたが、ウォッチドックスでキーボードもかっこいいですね。ウォッチドックスの中でもスマホやな。どっちかっていうと。お聞きしたいことがあるのですが。聖火協会の新刊、今忙しいんだ、すまないね。なんや、なんか嫌われてますな。すみません、お尋ねしたいんですけど。お、これから畑に行かないといけないんだ、アウトにしてくれよ。ん、あんた聖火協会の新刊？はい。お伺いしたいことがあるのですが、この村に現れたという救世主と呼ばれる方をご存知ですか？いや、知らんねえ。ベルセルクのモズクス様の。この町は平穏で何の問題もないよ。聖火協会の神官がやってきたって祈ってもらうことなんてないさ。そうですか。皆さん神官の私を避けてるような。私臭いのかしら。もうモズベさんと同じ3日も風呂に入ってないから、私匂うのかしら。もう少し調べてみましょう。匂うんでしょうね、多分ね。3日も入らないとやっぱ匂うよ。オフィリア、どいつもこいつも態度がよそよそしいな。ここに救世主とやらがいるのは間違いなさそうだな。なんであなた鼻をつまんでるの？私たちを警戒してるんでしょうか？救世主様という方に近づけないように。おそらくだ。それにその救世主をかなり信じきっているような。人の心の隙に入り込むのはうまいやつに近いな。なんで鼻つまんでんの？心の隙？辛いことや不安なことがあると心に隙ができるものだ。誰かに助けてほしい、救ってほしいとだ。普通は信じないような話も信じてしまう。救世主とやらもそうやって心の隙を利用したのだろう。まあ利用される方もされる方だわな。でも本当に大変だからこそ誰かに救いの手を差し伸べてほしい。そう思ってしまうのは当然のことだとも思うのです。ならばなおさら彼らを助けないとな。
はい。まあでも心の隙にね、入り込んで女の子を口説くのは女の子を口説く時の定石ですから、やっぱこう別れた直後とかね、こう昇進な女の子にこうまめに連絡をしてあげるっていうのがすごい大切。岡村さんもあれでしょ、そのね、炎上した時にさ、こうまめにやっぱ連絡をくれた女性の人のことを好きになったらしいんでね、やっぱ男女関係ないな、それは。心の隙間を誰かに埋めてほしいんだ。そこの新刊様お願いです、助けてください。ちょっと臭い新刊様、助けてください。どうなされました？どうか、うちのこの具合が急に悪くなってしまって、お願いです、どうか息子をお助けください。まあ、わかりました。なんとか力になれるよう努めてみます。すぐに案内してください。そこでしょ。ありがとうございます。こちらです。その家でしょ。案内してくださいって言うかな。おらんやん誰も。おバナヤ、やりやがったな、こんちきしょう。あの、息子さんはどちらに？従者様。おっしゃった通り、新刊の娘を連れてまいりました。ご苦労でした。救世主様も喜びになるでしょう。え、やだ、犯される、犯されるぞAV みたいな展開になる。オフィリア様、人を信じすぎるのはよくありませんよ。あなたは罠にかかったんですから。ええ、救世主様からお告げがあったんです。タネビを追って女の神官がやってくる。しかし彼女は人心を惑わす魔女なので捕らえようと。もういつの世もね、こう風俗嬢は魔女みたいな感じで言われたりしましたからね。ひどい話やで。牢屋に入れられたわ。ここは？おや？お目覚めですか、オフィリア様。あなたは？マティアスさん？はい、出ました。まさかあなたが。ああ、やっぱ救世主やで。そうですね、もう隠す必要もないでしょう。ええ、私がこの村で救世主と呼ばれているものです。ではリアナに種火を奪わせたのも。はい。そう、私です。そんな。マティアスさん、どうしてあなたが。かつて神々はとある神を封じるため星の炎を大地に灯した。それが聖火教会の崇める聖火聖火教会の神官であるあなたには今更のお話でしょうが、では聖火の力が弱まればどうなるか。まさか封じられた神を蘇らせるつもりですか？いいえ、そこまで私は愚かではありません。聖火に封じられているガルデラは強大な魔法の力を持つ神です。私が使うガルデラの魔法の力、それをさらに強力なものとするためです。おやめなさい。それは禁忌の力です。だから神々はガルデラを封じたのです。人が手を出して良いものではありません。あはははは、それを決めるのはあなたではない。私は力を得られればそれでいい。なんて人人はみんなそういうものですよ。この村の人々だってそうでした。はびこる病から村を救ってほしい、そんな願いを叶えてやったらすぐに私を救世主と信じました。え、願いを叶えた？
ええ、ガルデラの使徒である私はその力の一端を使うことができるのです。もっともガルデラが封じられているため力は制限されていますが、だからさらに強大な力を手に入れる。リアーナの力を借りてね。リアーナもここにいるのですね。はい、もちろんです。彼女は大切な巫女、何神子、お神子みたいな神子ですから。神子、神子、何巫女、何どうやらおしゃべりが過ぎたようです。あ、巫女でいいんや。安心してください、おとなしくしていれば危害は加えません。もしもの時のためリアナの代わりも必要ですからね。させません。待ちなさい。しょんぼり、ハイとも捕まってんじゃんみんな、もし少し探索する。早くリアナを助けに行かないと。落ち着け、この状況でできることは少ないですか。アシリは判断力を鈍らせ、そうなれば事態を悪化するだけだぞ。はい、そうだ、まずは体を清めろ。ま、お風呂に入れ。人間は精神を張り詰め続けられない、だからお風呂に入ろう。狩人の彼と同じだ、必要な時に集中するために休憩を取る。そういうメリット、張りが重要だ。メリハリですか。私からしたらそこそこハイトさんも臭いですけどね。大丈夫だ、安心しろ。自分の匂いは自分ではわからない。死を救う好機は必ず来る。私も協力する。ありがとうございます、ハイトさん。で、私は今のうちに寝ておく。何かあったら起こせ。いや、一緒にお風呂入りましょうよ、ハイトさん。すごいです、ハイトさん。もう寝入ってますね。モズベイみたい。モズベイか、のび太か、どっちかですね。しばらく待つ。オフィリア、その声は、リアナ。大きな声を出さないで。何？ごめんなさい、オフィリア。今、ここから出してあげる。助けてくれんの？リアナ、どうして？え、大丈夫？そんなことして。父様のため。めちゃめちゃゾンビになるかもしれんよな。その亡くなって生き返らせるかもしれんけど、闇の力でしょ、だって。どっちかっていうとな。蘇生術じゃなくてアンデッド系の呪文なんじゃないの。でも、巫女になれば必ず生き返るって、あの人が教えてくれたの。心配。何を言っているんですか、リアナ。そんなことあるはずが。どうしてそんなこと言うの。ねえ、オフィリア。あなたは父様がいなくてもいいの。そういうこと？そういうことじゃないでしょ。オフィリアがいて、みんなでお話ししたり。ゾンビなのよ。でも私は今臭いって言われてるけど、それより臭いお父様なんて嫌でしょ。それができなくて。アンデッドお父様はめちゃめちゃ臭いのよ。ダメよ、ダメだけど臭いのよお父さんが。でもそうよ、亡くなった方は亡くなった方は生き返っても臭いのよ。どうしてそんなこと言うの。オフィリア冷たいのはあなたのお父さんの体でしょ。臭いし冷たいの。違います、違いますよ、リアナ。私も大司教様に生きていてほしい。でも死んだんでしょ、もう。でも死の門をおくぐりになった以上、 それは無理なのです。冷たいし臭いの。それにあの人は封じられた神の力を使うと。そうよ、やばい力を使うのよ。嫌な予感がするのです。
それでも私は諦められない。きっと父様は帰ってくる。そうすれば私たち家族も元通りよ。ダメだ。オフィリアも喜んでくれるでしょ。とりあえず出してオフィリア出してもらおう。とりあえずそこからや。ああ、よかった。殺されるかもしれんって思ったのかな。よし、ここの村も敵だらけやで。セーブしようか。めっちゃ宿屋行きたいねんけど。やぜが来てよ。範囲とか。あれなんですよ。MP ない。あ、見つかる。ミヤナ様が救世主様の導きで巫女となるそうですよ。よし。よかった。これで私たちの望みが叶うんだ。救世主。マティアさんの言うことを信じている人たちですね。何を話しているんでしょうか。でもなんか変な匂いがしない。そうか、気のせいじゃないか。そうかしら。なんかこう獣臭みたいなのがすごくするわ。獣臭と酸っぱい匂いがすごくするんだけど。式年奉火の儀式をされている神官様を騙して捕まえるようなことして、あの神官様の匂いかしら。聖火を信じて救われたことがあったか。私たちが信じるのは救世主様だろう。そうだそうだ。救世主様は流行病も沈めて、帰り病も沈めてくださったんだぞ。おあの方の言う通りにすれば救われるんだ。ああその通りだ。今のはその通りだな。の言い方がナダルさんの言い方やったな。ナダルさんの言い方やったね。やっぺっそって言いそうやった今。ああやっぺっそ。じゃあみんなで村外れの洞窟に向かうとしようか。なんですぐ村外れの洞窟行くの。テーブルトーク RPG あるあるやな。すぐ近くの洞窟に行くねん、みんな。やたらとちょうどいい洞窟が多いですからね、テーブルトークの話の中はね。宿屋行けるかな。先宿屋行っていいですか。ちょっと待って、宿屋泊まれるっていう。泊まれました。なあ、大体あるよな、村外れの洞窟。わかりやすい。もう、あかん、導くが使えないな。あれ。よし。オフィリア君。洞窟か。中に何があるんだろう。サイラさん、それよりも今は。ああ、わかっている。リアナさんを助けないとね。その洞窟に今回の事件における一つの答えがあると思うんだ。答えですか。そう、マティアスはなぜこの村を選んだのか。もしかして儀式を行うにはその洞窟でなければならなかった。うん、私もそう思っていたんだ。だとすればマティアスにとって洞窟は最も重要な場所だ。大丈夫、私も全力を尽くす。彼女を一緒に助けよう。よし、頑張ろう。セーブした。そういえば今日ハイにあれなんですよ、Xbox シリーズ X をついに買いました。土曜日に届きます。あさっては PS5 が来るというのに。ハイニーの家の中で次世代機戦争が起こります。大変。正解。買ったよ。もうちょっとで転売屋から買いそうになったわ。買えない、ないな。1万円高いだけか、転売屋とか思いながら。まあ、あれやね。でも、Xbox One はほとんど起動しないけどな。次世代機になる感じはしないですね。Xbox だけは。
ただまあベセスダがね買収っていうこともあって次元式でビッグタイトル来る可能性はあるから、まあ買えるなら買っといた方がいいかなと思って買いました。まあ実況者は経費にできるから、わかんない。 Xbox はもう何があるのかも全然わからんから、タツノコアジトもう一回やる地獄の時間やで、タツノコアジトフリーズするからな。フリーズしてセーブするとセーブデータが消えるっていうバグがあるから、あれ宝箱ルートばっかりやな。もうでも両方合わせて10万以上飛んだっていう地獄な、恐ろしいよな、10万やで。さあ授業の時間だ。怖いわ、なんでかぶせて出すかな。かかってこい。まあでもあれですね、東京ゲームショーとかやらんかったら買えなかったからよかったわ。東京ゲームショー様様やべ。めっちゃいますね。こっからもう大火炎魔法とかぶつけた方がいいんちゃうか。コーラツゴよいしょ。大丈夫、はい、皆さんのおかげでついに儀式を執り行う時が来ました。おお、救世主様から感謝のお言葉をいただけるなんて。まあ私たちでお手伝いできることなら何でもいたしましょう。ありがとうございます。この地に眠る祭壇を発見できたのも皆さんの力添えによるものです。ではこれより巫女となるリアノ様を皆さんに紹介いたします。なんかセイバーみたいなドレス着てんな、セイバーに見えてきた。ではこれより巫女契約の儀式を始めましょう。さあその垂れ火に触れなさい。そしてあなたの望みを心から願うのです。やめるんだリアナ、父親戻ってこないぞ。そうです、もっともっと願いなさい。死者の復活を。ハイミは死んでません。枝が刺さってるだけです。死んでないんです。そのためにオフィリアは欺いたのでしょう。あざざざざ、垂れ火が黒くなっていく。さあもう少しです。さあ祈りを続けるのです。でも良いのですか。父上が戻らなくても良いのですか。大丈夫か。あ、なんか村人に異変が。
なんだが、これ犠牲か、生贄か。生贄ですね、これは多分。そんな、何が起こっているの。それは彼は煮えとなるのです。この早煮えのようにね。やめろ、やめてくれ。煮え、やめるんだ。封じられた神の力たる黒き火、この黒樹園のね、なんかそのなんか温泉施設みたいな名前やめて。式年放火に使う種火はその持ち主の心を映すという。あなたの死者復活を願う心が種火を死の国へつなげたのだよ。そうです。そしてその死の力こそ封じられた神のお風呂の力、黒樹園。黒樹園、人の命を吸い、黒樹園はさらにさらに力を増していく。これこそが私が求めた力だ。この限界温泉黒樹園で世界を我が物とせん。やめろ、やめろんだ。すいません。オフィーリア、オフィーリア、助けて、助けて、オフィーリア。何ですか。なぜここに。そうか、勝手なことをされては困りますね、リアナ様。いいえ。しかし黒樹園の儀式は間もなく終わる。ここで邪魔されるわけにはいきません。さあ、黒い炎をあがめる我が従者よ。あの女を始末するのです。でかい、あ、いないな。負けません。連戦じゃねえこれ、多分連戦ですね。でかいの来るやろ後で。どうしよう、どうぞ。炎でも、炎ダメだ。お前相手も使うな、それお前。炎ダメ、雷はダメ、あと氷だけですね。やめろ、かかってこい。ちょっと千本やり、全部一緒、一緒なのか。頑張ります。光明魔法、あ、全員光弱点か。めんどくせえやつじゃん。どうだ、めんどくせえやつじゃん。氷もなめないやろ。ないな、まあ、ここはちょっと大変ですね。どうしよう、でも探検は効くしな。探検は効くけど、アイテムで光の精霊石いく？あんまないんか。どう動く？どう動きましょうか。弓は効くかもしれんな。あ、意味も聞かないのか。めんどくせえ、こいつはめんどくせえぞ。負けません。でも弱いのは弱いっすね。ブレイク。さてどうしようか。本気を出そうか。火炎よ、よしよし、弱い弱い、大丈夫、弱いっす。よいしょ、ブレイク。あ、死んだわ。雑魚戦やったな。オフィリアレベル上がった。なかなかやりますね。あなたたちには負けません。だが
リアナが死者の復活を願っている限り、儀式は止められない。もし儀式を止めたければ、なんだって？リアナを殺すしかありません。あなたにそれができればです。リアナ。させ後ろからそいつをさせリアナ。しっかりしてしっかりしてリアナ。誰なの？父様に会いたい。そう思うとかわいそうやな。リアナ、もう魔法少女になったらどんどん拾っていくパターンですね。あの子どうすればいいの？こんな時大司教様なら、父様なら、はっ、リアナ、思い出して、思い出して、リアナ、思い出して、あの日、大聖堂の裏で死んだ小鳥を見つけた時のことを、父様に言われた言葉を。いやー、わしは焼き鳥が大好きでな、死んだ鳥を見るといつも焼き鳥にして食うとるんじゃ。違うわ、それじゃない、それじゃないわ、リアナ、こっちの方よ。焼き鳥、どうしたの？焼き鳥司教が来たわ。小鳥さん死んじゃったみたい。父様、元に戻してあげて。お願いします。そうか、いいかい、二人とも。死んだ者が生き返ることはないんだ。どうして？神様が私たちをそう作られたからだよ。神様、どうしてそんなひどいことするの？すごく悲しいのに。すごく悲しいことだ。だが、その代わり神様は私たちに生きる喜びを与えてくださったのだ。生きる喜び？そんなのわからない、わからないよ。命あるものは必ずいつか死の門をくぐる。しかし、限られた命だからこそ喜びを感じることができるのだ。二人は出会えて嬉しかっただろ？それが生きる喜びというものだ。それに、たとえ死んだとしても、また会うことはできる。死んでも、また会える？リアナもオフィーリアも、目を閉じて
小鳥のことを思ってごらん。はい。こうですか？すごい、鬼滅の刃ぐらいしっかり回想するな。さて、ガチガチに回想しよるな。羽ばたいているかな？お前の心にまだ小鳥が生きているということだ。うん。そうなのかな。あれな、推しが死ぬっていう腐女子に教えたらなかな。目をつぶればいつだって推しのカップがイチャイチャしてるだろうっていう。それやな。よくわかりません。お前たちは賢い子だ。いずれ死というものがわかるだろう。悲しみは時が癒してくれる。そして去りし者は心の中で生き続ける。いずれ私も死の門をくぐることになる。それは避けようのないことなのだ。その時こそ心の中に生きる私を思い出してほしい。ヨーセフ大司教、リアナのお父さんやのに、リアナは幼女の頃からおじいちゃんやな。なんかめっちゃおじいちゃんじゃない？年取らんタイプの人なんかな。ヨーセフ父様は言っていました。去りし者は心の中で生き続ける。うん。心の中に生きる自分のことを思い出してほしいと。お、火が白くなった。バカな、黒樹炎が弱まって温泉が出なくなっているではないか。許さない。リアナの心をもてあそんで。あなたは最後まで私の邪魔をするのですね。スパチャ送らんねん。リアナが式年放火の旅に出ていれば全てがうまくいったもの。なぜあなたが儀式を行っているのです。忌々しいオフィリアめ、この場で黒樹園の煮えとなれ。なれ。でかい。おお、な、ミュージシャンみたいな。ミュージシャンみたいになってんぞこいつ。どんなに言葉を尽くそうとも、もう過去の幸せは戻らない。死者の復活を心の支えに生きて、それ以外どのような救いがあるのか。心の支えや救いは自分の身近にあるものです。小さなものかもしれません。でもその絆が人を立ち直らせるのです。ちょっとさ、あれじゃない、オフィリア今あれなんですよ、サブクラスを薬屋にしてるんですね。薬屋じゃあは商人にしてるんですけど、サブクラス商人のオフィリア、すげえマドマギのマミさんっぽくない？見てて、こいつあれやな。ほら、マミさんっぽくね、なんかオフィリア。ドシャブリア。弱点じゃないか。めっちゃ似てるよね、マミさんっぽいの、すごい。ちょっと調べるか。調べよう。氷や。行きましょう。ナイス氷。ヒールしとこうか。癒しの奇跡を与えた。うまいで、頭いかれる可能性があるからな。狙い撃つ。お、シラスタークときた。剣。お、剣来ましたね。お、ナイス。おかわり来たけど当たらんかったか。よし、
まあここは普通に、あ、いけますね。これで、でこの次のターンでこいつ剣無理かな。あ、剣あるわ。これでブレイクいけますね。 OK、 負けません。でも単体で多分行った方が強いと思うんで、 BP パサーで範囲とに振って狙い撃つ。全力だ。おっしゃ、いけ。雷剣士ブランドの攻撃。 OK、 でもう一回いけますからね。集中していこう。普通にかかってこい。どうしよう。呪文じぎり。呪文じぎり。すかしたね。嘘でしょ。ちょっともう一個調べとこうか。斧や。行きましょう。どうしよう。魔法使ってきそうやな。反射のベールをオフィリアにしとこうか。ラストアクト来ましたね。ラストアクトはじゃあ強化にしようか。こいつでも弱点変えてくる可能性あるよな。まあいいか、ためと、ためる。お、あ、変えた、変えたけど、あ、痛い。発射で変えます。反射で跳ね返りましたね。6になったからあれか、ちょっと微妙な感じになっちゃったな。ヒールやな。癒しの奇跡を与えたな。氷で騒乱よ、巻き起これ。どう動く。で、まあ、剣で殴っとく方がいいですよね。どうしようか。おかわり来た。ブレイク。まさかのブレイク来ましたね。それで助かる。そうやな。BP パスは範囲とやな。お任せします。で、学者の技でアレファンの知識をサイラスにするか。ちょっと BP が弱いねんな。いや、そんな大したことなかったわ。かかってこい。おっしゃ、ここで雷剣士ブランドの攻撃。雷剣士ブランドよ。火力アップ爆乗ってます。19000。よし。人の絆は脆いものです。いつでもあっけなく壊れてしまう。いいえ、壊すことなんてできない。私はリアナを信じているから。大した自信ですね。だ、それがいつまで持ちますか。大丈夫、全然大丈夫やで。お前、氷が弱点である限り1ターンで4削るからな、絶対。氷乱よ、巻き起これ。それでは
まあ、回復やな。あ、間違えた間違えた。回復したかったのに次のターンでいいか。で、まあここで行動しようかな。まあいいか、削ろう。氷乱よ巻き起これ。オッケー、負けません負けません。はいと、はいと、BP パスター入れて、でサイラスはまだあれが効いてるんで、雷鳴よ、驚き響け、かかってこい。ちょっとバフは切れたが、全力だ。カリウドの方は敵全体なんですよね。こっちでいいか。雷剣装ブランドよ。13000。ラストアクト来た。ラストアクト来ました。千本やれ。3000ぐらいか。まだいけるよ。おしょおしょおい、まあ、こうやってみたらサイラスの方がやっぱダメージは高いか。そうな。いや、ちょっと相手の MP 回復しとこう。使っておこう。なかったわ。私の出番だな。どうしようか。まあ、バフやな。貯めとこう。いや、殴っとくか。槍で攻撃して早く動ける。一番槍。あんま意味なかったな。負けません。負けません。回復します。癒しの奇跡を与えて。よいしょ。めっちゃ喋んなこいつ。今までのボスとは違うね。リアナの深い悲しみと絶望はあなたごときでは救えないのです。私はかつてリアナの優しさに救われました。家族の死に塞ぎ込んでいた私を救い出してくれました。だから今度は私が助けます。あなたには負けません。これが最後っぽいな。あなたは邪魔な。セリフ的にね。本気出すか。リアナにすがる者は私とガルデラ神だけとなる。ああ急に。うお。こいつ、ちょっと待って、魔法が封じ込められたって出た。どうする。槍が今んとこ弱点だったことが多いんで。あ、ダメだダメだ、違うわ。うわ、魔法が使えない。嘘でしょ。ダメや。負けません。魔法が使えないもんな。魔法は使えないが敵は使ってくる可能性があるんで。どう。クスシ。クスシだ。体力そんな減ってるやつおらんかったわ。氷柱という名の忍者の技。
調べるか。さて、探らせてもらう。また光じゃん。狙い撃つ。なんで光やねん。弓矢行こうか。土砂降りや。おっしゃ。おっしゃ、ナイス。行くぞ。調べる、言っとく。調べよう。探検か。負けません。負けません。全体回復するまでもない。これを。そうね。オフィリアがあれがないんで MP を回復しておきましょう。これでどう。あら、スタックと来た。うわ、土砂降りは行きたかったな。どうしよう、どうしようかな。精霊石でいいんだった。これでブレイク。狙い撃つ。全力だ。ちょうど行きます。仮守王女ドレファンドの持つい。守王女ドレファンドよ。お、すごいすごい。おっしゃ、マティアス魔法使えねえな。でもこいつはでも剣で殴りゃいい。なかなか考えがいがある。斧、氷、氷か。これでもどうぞ。よし、黒染め。あ、よし、反射ナイス。あ、いや、反射してイラッとしたようですね。それでは反射のベールは使えんねや。反射のベールをハイトに使って行きましょう。で、なんかしてくるのは分かってるんですよね。反射のベールをテリオにつけとこう。跳ね返します。きた、ドーン、バーン。あ、あれ死んだ。嘘でしょ、嘘でしょ、アホなん。デルタアタック、出ました。デルタアタックで撃破です。テテテテンテンテンテテテテン。やりました。まさかのデルタアタック勝利。マティアスの杖強そうやな。バカな。こんなバカな。私がこんな世間知らずの小娘に。その通りですその通りです。世間知らずの小娘ですよ、私たちは。でも二人とも父様の愛を知っています。ええ、ヨーセフ父様の愛が私たちに力を与えてくれたのです。愛ですか。それではせいぜいその愛とやらにすがって生きていけばいい。私はそんなものいいなの。あれ、なんで消えたんや、あいつの死体。マティアスさん、本当に悲しい人。ごめんなさい。ウィリア、私は
いいえ。いいのよ、ディアナ。セイバーっぽいな、なんか。めっちゃ怒ってんじゃん。あなたが無事だった。それでいいでしょ。そこに来たのも覚えてないの？嘘でしょ。よかった。村の人たちも無事のようですね。種火も元の色に戻りました。オフィリア。さあ。ディアナ、皆さんと一緒に村に戻りましょう。そしてフレイムグレースの大聖火に注ぎ火をすれば式年奉火は終わります。行きましょう、リアナ。でもあなた、教会に戻ったら罪は償ってもらうよ。私チクるからね、みんなに。フレイムグレース大聖堂。さすがオフィリオ様だ。まあ、まだ若いのに大したものね。うむ、ヨーセフ様もきっとお喜びのことだろう。聖火の運び手オフィリアよ。フレイムグレースの大聖火へと注ぎ火を。はい。聖火神エルフリックよ、これより我が魂と血潮を捧げし、原初の炎の灯火をこの地で人々を守りし聖火に注ぐ。式年奉火の秘跡をもって御身の慈悲と祝福を与えたまえ。めっちゃ燃えてる。また式年奉火の儀式を終えたことをここに報告いたします。オフィリアよ、よくぞ大役を果たした。ありがとうございます。しばしの休息の後、再び日々の務めに励むがよい。はい、教皇聖火。リアナの様子はいかがですか？相変わらず部屋に閉じこもったきり、食事も満足ね。そうですか。リアナ、私です。オフィリアです。入りますね。扉もないのに。今日はいい天気ですよ。ちょっと外に出ませんか？リアナ、ごめんなさい。一人にさせて。めちゃめちゃ嫌ってんじゃん。リアナはああ言ってるけど、今日こそは。お、来ません。まだやるべきこと。あそこ光ってるの気にならないけど、導くヒールやって。聖火の加護と祝福のあらんこと。オフィリア、待って、どこに行くつもりなの？リアナ、ついてきて。最後にコマンドを使うっていう粋な感じですね。オフィリア、いいから。
寒そう。これはこれは。外に行くんではない。どっかに行くんやな。酒場か。酒場じゃなかった。こっちかしら。あれ、どこに行くんやろな。町の人は同じことを言うっぽい。はい。原初の洞窟でもない。誰か知らん人の家に入っちゃったけど、それは入れるんだ。酒場じゃないんでしょ。なんか思い出の場所みたいなとこやな、多分。ここか。着いた着いた。ここは。あなたと出会って間もない頃、この場所に連れてきてくれましたね。そうやったな、ちっちゃい頃な。それがすごく嬉しかったです。だから私は立ち直ることができました。それにね、あの時に言われた言葉の一つが私を一番救ってくれたんです。リアナ、覚えていますか？わからないわ。わからんのかい。それは、元気出さないとご飯おいしくないよ。なるほど、いい言葉ですね。それはいい言葉やと思う。何それ。あ、ようやく笑ってくれました。え？リアナ、今度はあなたが立ち直る番です。オフィリア。いつまでも落ち込んでいると、心の中のヨーセフ父様に叱られますよ。それに、元気を出さないとご飯も美味しくないですし。後ろ綺麗やな。オフィリアだ。今日も綺麗ですね、ここは。はい、何ですか？ありがとう。どういたしまして。私たち、ずっと一緒ね。もちろんです。ありがとう。それからおって言った。はい、リアナ、あの時もお返しです。犬のうんこよ。犬のうんこよ、それ。あ、イラストかな、イラストかな。
あ、ちゃうかったわ。あ、来た来たぞ、イエーイ、オフィリア変換。いや、よかった。ちょっとハイにも座らせてもらっていいか、横に。ハイも横に座らせて。ちょっとお姉みたいな座り方になるけど。ちょっとお姉みたいな座り方で。はい、みんなスクショ撮って、はい、スクショ撮って、どう撮れた、スクショ、はい、あと10秒、5秒前、4 3 2 1、 OK、いいっすね。いや、いいわ、こうね、3人で旅してきたみたいな顔して一緒に映るのいいですね。よし、よっこいしょ、よいしょ、よし、じゃあ終わりますか。さあ、ということでありがとうございました。ちょっと YouTube が調子悪くて、本日も Twitch の方で、配信させていただきました。もう最初から最後までほぼ同じ方が多分見てくれた、この30人ちょい、ありがとうございます。明日のプロモーションも多分、ひょっとしたら YouTube 調子が悪かった場合はまた Twitch で配信して YouTube にアーカイブ上げるような流れになると思います。今日は多分 YouTube にアーカイブちゃんと残せるような感じで大丈夫だと思う。多分設定的に大丈夫だと思いますので、またあのこちらね、YouTube で見られた際にはぜひアーカイブに感想コメントであるとか、また高評価ボタンとか、押すだけでも押しておいてもらえると非常にありがたいので、よろしくお願いします。で、またこの後すぐ多分モズベイさんの方の配信もあると思いますので、ひょっとしたらもう始まってるかもしれないけど、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネルフォロー、高評価ボタンポチリ、応援よろしくお願いします。こちらね、Twitch の方ももしかしてまだフォローしてないという方いらっしゃったら、ぜひ Twitch フォローの方もよろしくお願いします。それじゃあ、ハイニーはまた明日の配信でお会いしましょう。おつけろです。